はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。佐賀2秘宝伝説、江戸の町に来たところですね、ちょっとね、あの裏闘技場のヴィーナスを倒しましてですね、ガラクタにこのね戦利品であるヴィーナスの扇を装備させました。これ素早さめちゃくちゃ上がるんで、現在ガラクタは素早さ63の防御が72という感じになってます。じゃあこのまま先へ進んでいきましょう。でここはイベントポイントの橋ですね、まあ、ここを渡ろうとすると、おうてめえということで、俺たちの前に立ちふさがるとは不定野郎だ、叩き切ってやる。治安悪すぎだろ。天柱組6体で、ヴィーナスの扇はこれグループだよね、確かグループのはずで、毒斬り使っていくか、どうせすぐ回復できるしね。そうで、対ヴィーナス専用に加速装置を持ってきましたけど、特に今は使わないかな。ライトサーベルでまた素早さ上げていきましょう。うん、結構強いと思ったら弱かった。もう一回勝負だって、勝てるわけないだろう。今ので実力差がわからないとは。すげえ、めっちゃ素通りしてんだけど。私は岡っ引きのお玉、あんたたちよその人だね。天柱組の旦那方、将軍様のお膝元でよその客人に無理難題ふっかけたとあっちゃ武士の直れってもんじゃないのかい。こっちのが立場上なの。ちょっと敬語を使ってるよね。私に免じて引き下がってくれねえかい。いいわよ、愛人が言うか。まあ愛人が言うならしょうがない、引き下がってあげよう。やたら切符のいい姉さんだったな。で発掘ポイントがあるんで、今テレポートになってるか、これはマップアビリティ変えておこう。マップアビリティなんかもっと簡単に LR とかでさ交換できないのかな。まあ、LR はあの視点が変わるからね、まあ、イメージ的にはっていう話。なんだこれ、金の帯止め、帯止めか。ここも武器屋があるけど、越後屋はねなくなっちゃうからね最終的には。まあ、品揃え的にはこんなもんか。でお金が確かそこそこあんのかな。なんかヴィーナスとかアシュラとかぶっ倒して戦利品を売った気がする。着物、メガ防御力2、素早い身のこなしができるようになる、まあ、安いからね。白羽取りって盾なんだ。素早さ回避、素早さ回避、これどうなんだ。防御も上がって素早さも上がるってなると結構いいよね。ドラゴンの盾、これっちのが良くないか。でバトルスーツがあるんだけど、やっぱねドラゴンアーマーが優秀だから、とりあえずはいいや。これでドラゴンメイルだっけ、ドラゴンアーマーだっけ、どっちも似たようなもんだけど、ドラゴンアーマーか。やっぱね、耐性があるのが重要だよね。耐性が優秀すぎるから。でここはもう用はないのかな。とりあえずあの姉ちゃんを追っかけましょう。でどこ、このマップから出ちゃっていいのかな。とりあえずこっち行ってみよう。日本橋周辺、じゃあ発掘だけしよう。発掘だけ、宝箱ゲット。金の針いらん。向こう側にも発掘ポイントがあるけど、で日本橋、まあ、まだ回復しなくていいっしょ。ここなんだ、何屋だ。あ、寺子屋って書いてある。
侍がいる。五金製の品が密かに流行っているぜ。怪しいやつだな。これは五金製か？サイコソード、ま、いずれ使おうかなって思ってるけど、そう何本もいらないよね。デスの書、バズーカ、グループか、サンダークス。てか熟練度とかなんか大して上がってる気がしないけど、今のとこなんか熟練度上がってないから困るっていう場面にはならない。家のマークが気になるんだけど、何これ緑色のマーク。チェーンソー、チェーンソーも持ってたよね。民家、お玉お嬢さんは無茶をするからハラハラする。何かあったらあの世の藪に顔向けできない。寺子屋覗いてみる、せっかくだから。寺子屋、お、授業を受けている。あれ、これお玉さんじゃないの？違った。しかもパラパラ漫画描いてるとか。拙者寺子屋をやっております。寺子屋ってどうなの、儲かんのかな。とりあえず発掘しとくか。手つけた。ここら辺も売っ払いたいな。お玉の家、これでも土足で入るのかこいつら。親さっきの人たちだね、勝手に入ってくんじゃねえよって言われそう。天中組のやつらには私らも迷惑している。侍には手が出せない。ああ、侍だから偉いのか。岡っ引きもいろいろ苦労するのね。岡っ引きってどういう立場、警察とはまた違うのかな。お父っつぁんは越後屋の貿易を探っていた。そして逆に殺されてしまった。越後屋を裁きにかけるまでは十手を離さないと誓った。ああ、やっぱりなんか警察っぽい感じだよね。越後屋か、探ってみるか。なぜ俺たちが、ちょっと土足で上がるのはやめておこう。で、手に入れたなんかいらねえもんちょっと売りましょう。今まで手に入れたやつは全部いらないから、アイテムを圧迫するからね。ああ、これ帯留めあれか、あげるやつか。サイコソードもいらない。チェンスもいいや、売っちゃおう。鉄ゲタ安っ、1400円とかにしかなんないのか。あれ、金の針か。あとこれですっきりした。じゃあちょっとこれはまた越後屋に戻ればいいのかな。ではやってきました越後屋。イベントマークがついてるね。どっちだ、横から行けばいいのか。あの、次の船はいつ入るのですか。言わないとって全く迫力がないんだけど。ヒエお助け。まあ、ただガタイは迫力あるよね。メカだからね。今頃南の港に着いている頃。え、これまだ買えるの、正面から行けば。普通に売ってくれる。いや、欲しいわ。レオパルド2とかは確かあった気がすんだよね、宝箱で。そう考えるとフレアの書は欲しいよな、マジで。究極の攻撃魔法。まあでも手を出さないでおこう。でも金ってまだ必要か。で、南のところはここ奉行所でしょ。こっちの洞窟マークがついているここ、船着き場。超怪しいんだけど。でモンスターがうろついてんだけど。おい、お前大丈夫か。カメ、底辺だ底辺だ。お嬢さんが一人で越後屋の船に行っちまった。あ、そう、お前戦闘するか。うわ、戦闘にならないこのカメとは。なんだこいつ。あ、チェーンしとこう。俺の戦いぶりを見るんだな、しっかり。超いっぱいいる。ゲイザーは結構危険な香りがするから。
うわー血を吸うとかやっぱりモスキーとか今のは危ねえ。じゃあライトサービス弱え。倒せるやつを倒したい。こう破壊光線。いやー強い、敵が超強くなってる。ビーナスの扇と炸裂弾だったらどっちがいいんだ。いやすぐ炸裂弾って言っちゃうけど炸裂弾ではないんだよ。ケアル使おう。で雷神の剣、いやモスキート5体は5体でブリザードかけとくか。ケアル、いやまあ血を吸うがすげえ食らう。牙も普通に食らうし。何雷神の剣でまだ倒せないの。あクリティカル、しかもなぜか1体残ってんだけど、なんでナイトサービスしとこう。ケチってこう。牙、ライトサービスの方が数はある。まあブリザードでいいや。おお破壊光線覚えた。強そうだ。ストーンゴーレム、肉どうしようかな。まあまだいいや、ちょっと便利だからな。しかも4000もくれるんだ。よしこれはいいもの覚えた。ちょっと破壊光線は忘れないようにしたいから、破壊光線77、ちょ攻撃力的にはあんまり変わんねえんだけど、まあちょっと効かない敵がいるから、いいや。でそれなりにもうヒットポイントが減ってるからハイポーション1個ずつ使おう。あしまった、ペットはあんまり減ってなかった。これでいいや。あと星屑か。暗闇が治んないんだよね。じゃあ行ってくるぜ。乗り込め。どこだ、行けるところから行こう。下なんかいろいろちょっと調べたいけどな。宝箱マークはないよね。下の方にある。これを回収しよう。ビームライフルか。ビームライフルが船に積んであるってすごいよね。上も見よう。なんかどうなってる、どうなってる。チェイン、まあすげえいっぱいいた。パラディンとかヴィーナスの扇でフェアリーなんか魔法使ってきそうだからな。毒斬り、ちょっとここはもう一気にガチでいこう。さっき敵は強え。属性ガード、マジか。毒斬り効かないやつが結構いっぱいいんな。冷凍剤300効かんわ。いやこっちの属性ガードも強い、弱い。本当に魔力がないな。ここに来てこの火力はちょっと弱すぎるぞ、さすがに。まあライトサービス使うか。最大ヒットポイント、魔力が上がってほしい。というかヒットポイントの減りがやばい。ペットのケアルでちょっと回復しよう。あこんなもんか。あんまりガンガン使ってるとなんか回数なくなりそうだけどね。どっちから来たっけ。下へ行けばいいんだな。宝箱、あれは欲しい。よこせ。出たー、レオパルト2。これを俺が求めていたのは。ガラクタ、どれ。山嵐はだってあれでしょ、どうせ素早さが増えるやつだから。ライトサーベルこれ絶対減るよね、レオパルトにしたら。いやめちゃ減るわ。殺光弾グループ500、素早さかけ9か。なるほどね。でもレオパルト2にしとこう。兵器850、これだな。レオパルト2を投入するときが来たか。とりあえず試し切りをさせてもらおう。貴様でな。
大蛇の方で行くか。強力な砲撃で、フェアリーはちゃんと能力上げに使わせてもらおう。強いね。レオパルト2のあれを見れてないからね。旗10回しか使えないのか。ケチロで、サンダーだな。ライトサーベルも強い。普通に素早さが高いから、まあ、火力はやっぱり申し分ない。ちょっと待って、そやさん爆発全く試してなかったよね。危なかったなこれ。トラップ怪獣一応掃除しとこう。あの2つはたまたまだからね。え、なんだっけ、アクション出ないってことはないんだよね。孔明の靴、変な、すげえ良さそうなのがいっぱいあるな。さすがに金製のものを扱っているだけある。おたまさん平気ですか。お、浪人さん、お前いつ名前知ったんだ。越後屋の用心棒に襲われているのを助けてもらった。浪人さんもありがとう。いや、なんだ、この船には五金製の品がいっぱい。これでエッジ小屋を上げられる。すぐに奉行所へ行こう。私たちも一緒に行きましょう。なぜ、あと好き勝手やらしときゃいいじゃん。拙者は電波次郎にお玉の無事を知らせてもらうとしよう。え、証拠の品置いとくの。まあいいや、なんか証拠の品とかモンスターとね破棄されそうだけど、なんか確かそんな、別にモンスターに破棄されるわけじゃないけど、証拠の品が上がらなかった気がする。少し船の中を見て回るか。あれ、この宝箱バツってついてるけど、どういうこと。トラップがあるってこと。あれ、そんなものまで見分けられるようになったの。超助かるんだけど。ドラゴンの盾、盾は純粋にメカの防御力が上がるからね。ちょっとレオパルト2もう一回お披露目しようか。あれを見てないからね。ちょっと待ってね、どうやってあれを解除するんだっけ。こうか。ライトサービス、死にそう。いや、まず大丈夫か。レオパルト2、いや、いいね、強い、本当に強い。戦車、これが江戸の科学力の全てを結集したレオパルト2。電波地はいなくなってる。超邪魔くせえ。一体ずつか。まあレオパルト2の餌食にしよう。カナドボルフ、これなんか全部弱そうだよね。でも139、ほら行け。何、硬い、やはり。しかもレオパルト、あ、そうか、レオパルト2になってるからガードしてくれるんだ。まあ愛人もさ、素早さも上げたいし魔法も上げたいし、扇爆発するんだ、初めて見た。よし、すべさん上がってくれただけ嬉しい。ちょっと肉はまだ当分の間置いとこう。じゃあそんな感じで奉行所へ行けばいいのかな。来ました、奉行所。問題があるのならお奉行様に申し上げる。直接直談判か。越後屋の船はご金星でいっぱい。何、そうか、でかしたぞ、たま。おい、お前、すぐさま港へ行け。お前なんだ。お前は越後屋を引っ立ててまいれ。さあ、
何の証拠も見せずにさ、こいつの一言で全て動かすのか、人員を。ついに父上の敵を取れるな。ありがとうございます。っていうか、証拠を見せろよ。お嬢さん、やりましたね。電波地、お前にも苦労かけたね。ちごやってこうやって歩くんだ。とうとう年貢の納め時だね。さてどうかな。どうであった、越後屋の船には五金製の品など見当たりません。そんなバカな、どこかに隠したな。私は店からまっすぐここへ来た。何かできるはずがなかろう。濡れ衣もいい加減にしてほしいね。越後屋すまなかったな。何、お梅のためなら。おかみか。ただ女なんぞにおかっぴきは務まらないのでは。ほう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 って感じだよね。いやだからさ、証拠の品押さえろっつっただろ。一体どうして。それはおかっぴき、お前の爪の甘さだよ。お嬢さん、ここはお嬢さんのためにも一肌脱ぎやしょう。土足で上がっている。なんであんなことに。ひょっとしてお奉行様や同心様もグルなんじゃ。お玉さん、疑い出したキリがないよ。連発浪人様、これは一体。これはってどれ。お嬢さん、手がかりを得ようと越後屋に忍び込んだ。見つかって追ってた。隠れろ。どこに隠れんだ。おたま、越後屋に賊が入った。この辺りに逃げ込んだんだが、越後屋の話では賊は電波地に似ておったそうだ。電波地はどうした。今日はお給金をあげましたから吉原にでも遊びに行ったんでしょう。そうか、あい、分かった。そんなで納得するの。今度の事件、我々では手が出せないほど上の人間が絡んでいるようだ。諦めろ。傷は浅い。それで電波地何か分かったのか。お嬢さん、それが何も役立たずだな。こうなったら越後屋に乗り込もう。このままじゃ拉致があかん。強行手段だな。何でもかんでも力ずくでやろうとすんな。越後屋を締め上げて何もかも吐かせてやるって強行すぎだろ。すいません、くれぐれも気をつけて。結局できることは何もない。強行手段で抑えるしかない。これさ、本当に何にも出てこなかったら完全にこっち悪もんだよね。ちょっと寝よう。あれ、回復してる。ヒットポイントだけかな。まあ一応越後屋に乗り込む前に行きますか。では再び越後屋へ。てかもう越後屋売ってくんないよね。いなくなってるし、こっちも誰もいない。お抜けの殻になってる意味がわからんけど、不法侵入しますか。というところで、じゃあちょっとキリがいいので、今回はここで終了して、次回は越後屋に乗り込んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。